はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 B の数学的機能法丸4をお送りします。で、機能法これで4本目です。で、前回から不等式の、ね、証明やってたんですが、今回不等式なんですけど、こういうね N に条件があるやつの機能法をやっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらってちょっと厳しいと思う方は、今からね自分の方が解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、この問題取り掛かっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあこの問題の特徴はさっきも言ったようにこれです。 N に条件がついてる、10以上の時ですね。なんだけど、基本的にやるスタイルは変わらないです。機能法は機能法なんでね。で、まず1番、何をやっていくかっていうと、今までっていうのは、まあ、N が自然数っていうことだったので、まあ、自然数って1から2345って永遠続いていくでしょ。1がスタートなんで、だから N イコール1をまず最初にやるんですけど、今回10がスタートなのね。10以上だから、つまり最初が N イコール1ではなくて N イコール10の時を調べます。大切なことは、それを満たしてるやつのスタートを調べる必要があるね、1っていうのはね。で、今回スタートが10になってるから10の時をまず調べようと。で、不等式だから前回と同じで左辺と右辺それぞれ代入して、ほら成り立ってるでしょっていうのをまず言えばいい。だから時に左辺イコール2の10乗か、ちょっと待って、4の5乗だから、ちょっと待ってな、16×64 ですかね。36、64だから42024です。多分大丈夫。これじゃ右側きついのかな、ちょっと待って、ね、まずこれが左辺だと。で、次に右辺イコール、あ、こっちいけるね、 10×10 の2乗か、これ1000だね。で、こう調べたら左辺の方が大きかったでしょってことが分かるので、より、まあ、N イコール10の時は成り立つと。点が分かります。で、もう一個の、まあ、2番目のパーツ、今まで K の時成り立つと仮定して K プラス1を調べる流れなんですけど、そこは同じです。ふわっから気にしなくて大丈夫。ただし、その2番を書いていく時にね、N が10以上ってはなってるので、今が N イコール K の時を考えるじゃないですか。だから、当然、K も10以上になります。で、それは書いた方がいいです。ちゃんと K にも条件をつける。だから K が10以上として、で N イコール K の時に成り立つから、 N イコール K の時に N のとこに K を代入した2の K 乗大なり 10K2 乗が成り立つと仮定すると。まあこれをね、ちゃんと書いておこうと。で、同じように N イコール K プラス1の時を考えていきます。でも前回とすごく似てる、ここに関してはもう不等式だしね。で、 N イコールプラスの1の時を考えると、と。で、前回やったように不等式に関してはこれだったら左辺引く右辺を調べてって正になりますよねっていうところに持っていきたい。で、前回の動画ちょっと書き忘れちゃったんですけど、まあ、書かなくてもね全然大丈夫なんだけど、左辺っていうかあれだね、左って感じの書き順をずっと間違ってる気がするわ、申し訳ない。一応ね、自分はこれを書く方が好きですね。ちょっと前回書き忘れてますけど、で、左辺引く右辺を調べていきます。で、N に K プラス1を代入したやつで考えていくから、2の、ここね、K プラス1乗引く、10かける、ここに K プラス1を入れるから、で、こうなります。で、前回の動画と同じように、当然これは使います。わざわざ置いてるから、仮定してるからね。で、これをどう使うかっていうと、この部分、2を1個前に出してあげる。だから無理やりね、 2×2 の形状って書き直すんです。これもちろん頭の中でできる方はいいですよ、書かなくてもね。でも一応説明上書いてますけど、
で、後ろはそのまま書きます。こういう感じ。で、この後にここがダイナリーに変わって、この2の形状のところ、先書いちゃおうか。2の形状のところがこの 10K2 乗に変わります。10括弧こうだね。で、前回のね、動画の時にも説明しましたけど、まずこの部分、シンプルに考えると、もうね、2の形状とかちょっと無視して、こいつの方が、こいつより大きいんだよね。これを表してることは、こいつの方が大きいと。ってことは、今、この部分、大きかったものから小さいものに変えたんです、ここ。こうやってね、小さい方に変えたでしょ。ってことは全部計算したときに当然こっちの方がちっちゃくなりますよね。この部分正だしね。そう。だから、こいつをこいつに変えた瞬間、ここが大なりに変わります。こっちの方がちっちゃくなるから。で、なんでわざわざそんなことするかっていうと、そうしないと計算ができないんです。こっからと突破口が見出せないんで、そう。こう変えていって、ちゃんと最後正だよねって持っていける状態にしたいと。で、今回は、右側に書けるので、こっちに書きましょう。え、これね、これ 20K2 乗じゃないですか。で、これまあ展開してまとめていくと、で、10K2 乗のマイナス 20K、マイナス10か。で、こうなります。で、わりかしね、この形になった時に平方完成使って、正だよって言えることが多いんですけど、これね、まあ持ってってもね、先生によっては丸くれるかもしれないんですけど、若干原点対象に引っかかりそうな気がするので、わかんないですけどね。なんでちょっと安全に行くために、まずこれ10でくくり出します。でそうすると、K の2乗マイナス 2K マイナス1になるんですよ。出すと。なんですけど、これ、このまんまだと、あれです。出てこない。因数分解ができないので、マイナス1のところを無理やり、プラス1、マイナス2って考えます。これ結局マイナス1に戻るからね。そうすると、この部分因数分解できるんですよ。で、因数分解すると、10、中括弧、ここね。前のところが公式やれば、間違った。K マイナス1の2乗マイナス2。こうですね。っていう風になります。で、これは必ず正です。なぜかっていうと、今 K は10以上なんです。ここに10入れたら、絶対この中身正になります。10×正のものなんで、これは負になることはないから、これで正になると。まあ、平方完成でもいい気もするけどね。まあ、ひとまずちょっとこっちでいきます。今回はね。で、正だよっていうことが分かったんで、一応書いておこうか。もともと、左辺、引く、右辺をやったら正って分かりました。そしたらこの右辺の部分、こっち。移行してくれば左辺、大なり、右辺とこれとね、同じことが言えるのでよってよってもともと K プラス1を入れた時が満たすから2の K プラス1乗大なり10括弧 K プラス1の2乗、これが分かったと。もともとこれをやってここに0がくっついてるからね。大なり0。で、これをこっちに持ってきた。で、こうなったから、n イコール、n、k プラス1の時、成り立つよってことが言えましたと。これで、1番と2番、いつも通りのパーツが両方揃ったので、で、最後。1番と、2番より、で、いつもは全ての、自然数 n って書くんですけど、今回条件が決まってるので、こうやってね、n が10以上の、まあ、おか。を満たす、すべての自然数、n についてよいしょ成り立つと。で、これで終了となります。いいかな。
なので、まあ条件がね、つきましたけど、やってることは同じです。基本的に。まあ不等式だってこともあるんですけど、まあ、前回と変わらないんですが、ひとまずまあ条件がついた時に、ここのスタートが変わるっていうところと、ここにちゃんとね、K の条件も書いて、それを使わないと満たさないからね、これね。なぜかっていうと、これ、K が0を入れてしまった、K が1を入れてしまったら、これ負になるんですよ、ここ。満たさないでしょ。でも、10以上なってるから、これを満たすよってことが言えるので、まあ、これをね、ちゃんと効果が出るように書いておいてください。では、今回は高校数学数 B の数学的機能法丸4をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、もうちょっとね、機能法続きますので、もしよかったら次回の方を見てやってください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。